あのさ、なんか共通テストの開示してたらしいじゃないですか。共通テストを用意しました。 D はい C はい、文法よくわかんない。はい、始まりました。もちろんチャンネルです。さあ、今回は久しぶりに、はい。あ、久しぶりにってもバンジーが映ってるか。はい。はい、バンジーぶりです。はい。ありがとうございました。バンジー。いただきました。はい。どうですか、大学生活は。いやいや、ちょっと。え、どうしたんですか。変わらない毎日送ってますよ、この一部屋で。はいやいや、そうだったんですか。バンジーの時も分かってたね。そうでしたね。そんな中、たいさん、なんか共通テストの開示出たらしいじゃないですか。あ、出ました、出ました。ちょっと。ちょっといつもあるな、いつもあるんですよね、この警察に動画で撮った、はい、警察にあるなって思って、はい、すぐ使いやすい感じになって、はい、おやっぱ世界史満点だったわけですね。ここは間違ってなかったです、はい、基本的には合ってました、ほぼ、はい、自己採用持ってませんよ、はい、持ってか偽申請してないですね、ほとんどやめて、燃えるような発言しないで。で、英語が、まあ、84、はい、83で ここだけちょっと持っちゃいましたけど、1点。ああ、スイッチ A、はい、スイッチ A だ、まあまあ1点下がってなるほどっていう感じでしたね。という感じで682点だったということでね、はい、もう何度もこれ出しましたそんな中、はい、いよいよ次の挑戦が始まると。そうなんですね、またもう1年、うん、大丈夫なんですか、やっていけるんですかね。いや、ちょっと YouTube の方にさらなる力を注いでと。そういうことなんですね、はい、どうやってやっていくとか決めたんですか。そうですね、まあちょっと編集とか力入れてやっていこうっていうのは、はいはい、あ、でも自分でやるわけじゃなくて、うん、はい、ちょっとお願いしたりとか、まあ自分でやる分もちょっとやってたりはするんですけど、はいはいはい、まあ、勉強やりながら、うん、引き続きやっていきたいです。大丈夫ですか、中山レントとか、はい、藤川天とかだと強力なライバルが。そうです、勉強配信それを算出してる元は誰なんだっていうことになってきますけど森先生、抱えすぎじゃないですか。ちょっと森哲チルドレンって書かれてた、チルドレンコメントに。僕もギリギリそのなんかチルドレンかな、そう、たわしくんって書いてあった。僕もちょっとなんかちょっと文系みたいな感じだったんですけど、はい、そんな最初に今回はですね、はい、また抜き打ちテストを用意しました。出た、この抜け打ち。まあまあちょっとあるかなと思ってましたけど、おもむろにちょっと SD カード探してるとか出しちゃって、はい、あって思ったんですけど、うん、あの CNN イングリッシュエクスプレスにですね、はい、これにですね僕出したんですよ問題、解いてもらおうかな。わかりました、はい、でただびっくりしたのがいきなり竹岡先生と並んでて、はい、僕本当になんか難しい問題お願いしますって言われて、はいはいはい、くっそむずい問題両難問さんって書いてあって、はい、だから普通だったら超絶むずいんで最後に乗っけてくれればいいんですけ ど、 ど超絶むずいのがいきなり出てきちゃってるっていう段階踏んでないわけですね。そう、段階がやべえっていうので逆に簡単になっていくっていう感じ。そうなんですよ、びっくりしちゃいました。なんでじゃあまずは竹岡先生の選んだ答えからやっていただきまして、最近自分の動画でもなんか対決とか上げてるんですけど、お、そうなんですね、やればやるほど5回目無理だっていうことになってて、おめえがすごいんですよ、おめえを重ねまくってて、ドラゴンボールの悟空みたいな、おめえの出番だご飯、ちょっとわかんないですか。いやちょっと僕ドラゴンボールあんまり読んでなくて、カカロット、今知ってる人はでも大爆笑です、今のところ。ホントっすか、はい、まあ、それぐらい僕も実は知ってるんですけど、スーパーブドウです、そうです、はい、はい、そこまでは知らないです。ちょっとじゃあちょっとまずこの問題を、はい、坂崎先生の問題、いい問題なんで、はい、ホワイトボード使いますね、久しぶり。消すのがあんまりないかな。え使ったマスク、ここでさすがにそれ出てきた、イーロンマスクだけに、いや、僕さ、ダジャレじゃないですか。これは制限時間のところないんです。まあ、10問なんで、1分くらいじゃないですかね。1分はちょっと、さすがに厳しい。はい、はい、終わりました。結構間違ってますね。いやもうそんなすぐ言っちゃいました。はい、では、はい、答えていきます。はい、 D、 はい、書きます。 C、 はい、×C、 はい、 D、 はい、×C、 ×は A、 丸、はい、7番は C です。え、8が B です。え、9が A、 はい、で、A、 10が B。 やばということで1、2、3、4、4問、10分の4です。ちょっともう一回見ていいですか。はい、結構間違ってるなと思って。これは1問目は合ってますね。麻婆、まあこれよくあるパターンで、麻婆っていうのは自動詞ですよっていうのが狙われるパターンですね、はい、コンシダリングだと選んじゃいましたね。考慮するとですね、こうだけどっていう、グランテッドだ、グランテッドだ、認めるか、あ、そういう意味あるんだって。3はね、ダメなんです、できなきゃ。これはまあ名詞だから、はい、あとちゃんとだっとあるっていうね、
あー、なるほど。そこまで。ざっとざっとですね。そうです。エンプロイーズ。これはエンプロイーズのあれですか？あと、オーバーシーズっていうのが副詞であるっていう。オーバーシーズって副詞なんで、つけちゃいけない。あ、そこか。しかもこれ、アーにしてるから、僕そこ。フーアーは合ってます。フーアーって言うんですか？トゥーをつけちゃいけないです。フーアーセント、オーバーシーズ。フーアーセント。オーバーシーズだったらいいわけで。なるほど、なるほど。え、過去分詞だ。あ、ほんとだ。ニーダーオブ前にしちゃったってこと。前つけたら後ろが前であるんです。スですね、S が必要。そこなんかおかしいなと思ったけど、気づかなかった。ニーダーとイーダーを後ろ単数ですか、かかる場合。いや、全然文法ダメだな。やってない、文法やってないもん。これはもう絶対引っかかるだろうなと思って。これでも出ることあるから知らなきゃダメです。A and B alike の構文は知らなきゃダメです。ああ、これは見たことは。A も B もってですけど、そっか、こっちか。これはこの使い方しないんですね。Respectively っていうの意味は知ってますね。それぞれに知られてるじゃないですか。それぞれ情報を知られてるんで。ああ、そういうことか。で、あ、これはそうですよ。もう絶対引っかかると仮定語じゃないですもん、そんなの。If you... ああ。Please let us know って感じですね。かどうかを知らせてくれってことですか？いやいやいや、違います。違います。ここを、ほら、助動詞の過去形いないですね。これと直接法。直接法。仮定法っていうのは、主節に助動詞の過去形が必要です。でこう助動詞の過去形いないですね。ウッドもいない、クッドもいない、マイトもいないですね、この小説には。はい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 、ということは、イフの中身は過去形にはならない。それだと仮定法になっちゃうんで。ああ、なるほど。そっか、こっちが。ということは？ということは、If you want。入れないですね、イフの中身の調子は。Have？ Have とか、完了形だけだって。完了形というか、直接法になってる。文法よくわかんない。全然難しいですよ。最初の時勢のところ。これもう森先生の無理ですよ。そうですね、はい。例えば、明日雨が降ったらってなんて言うんですか？ If it, it do. If it rain tomorrow. 原型ですか？ If it rains tomorrow. そうですね。現在形ですね。はい、If it rains tomorrow. はい。主節は I won't go there とかですね。はい。行きません、はい、みたいな感じになりますけど、はい、主節が仮定法になってないし、If の中も仮定法になってないですね。だから、これを if の中を仮定法にしちゃいけないんです。混乱してきましたね。序盤の文法事故です。ちょっと文法をやろうと思ってて、先延ばしにしたのが出ちゃってましたね。じゃあ、ここを消しましょう。by tomorrow を消したら、はい。もし明日受け取らなかったら。if you... receive だったら受け取ったらなっちゃう。if you... 受け取らなかったら、中学生レベルです。もし、その本を受け取らなかったら教えて。if you don't receive。そうですね。トントが出てこなかった。で、はい、そして後ろに、はい、by tomorrow っていうのがですね。これは。から完了になるってことですか。そう、完了形ですね。だから現在プラス完了ですから、現在完了形。うーん。うーんって、現在完了形になりますだから。多分これ、もうほぼ忘れてますね、ミス文法。うん。これだってもう、英作文でも現在形と仮定法間違えちゃったら、大変なことになりますから。はい、多分そういうの多い。なんか多分めっちゃ時間かけて思い出して、うん、ゆっくり答えていく感じになると思うんですよ。なるほど。それじゃあこんなも一瞬で解かないといけないもんです。だから問題的には2は習ってないと思うんで2は、ね、はい、できなくていいですけど、あとはこれも難しいと思います。この2と7は、はい、まあ知らないだろうな。あとはできなきゃダメです。驚愕ですよ。自分でもこんな忘れてるんだと思って、はい、8問できなきゃいけない。また怒られるな。よかったです、ちょうど文法やろうっていう。そうですね、やろうやろうと思って先延ばしにしたのがこうなってましたね。はい、はい、このざまですよ。竹岡先生ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひ、あ、そうですね、はい、宣伝しておけばきっとこちらお帰りいただいて、はい、私の言ってる意味を理解してもらえればと思いますんで。あの、これ僕のやつなんかやってる暇なかったし、多分もう何にもわかんない。やばい。やもうやだな、もう衝撃の、もう全然いいとこが見せられない。ということで、はい、まあ私の方は相当難しい問題になってますので見ていただければと思います。とまず僕は文法を基本からもう一回、そうですね、詰め直します。じゃあ次回は僕が解いた数形の問題に皆さんの挑戦ということで。あ、森田先生は僕がやったやつ見ました、数形。いや、その受けたっていう情報だけは知っていますが、そのどうだったかっていうところまではすいません、ちょっと。じゃあ皆さん挑戦します。また言われるんだろうな、何回お前同じ問題やるんだよっていうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。